山淳です。今回はですね、GU の最新のこちらのボトムご紹介したいと思います。で、最後にね、試着コーディネートもしようかな、思ってますんで、ゆっくり見ててください。今これ履いてるのがバルーンパンツなんだけど、めっちゃシルエットいいんだよね。GU さん去年さ、めっちゃワイドめのパンツ発売したと思うんだけど、もうさらにワイドのやつを発売したんですよね。こちらの商品、名前がスーパーワイドシェフパンツステッチでございます。カラーブラックでサイズは M サイズ、ウエストが76から84のやつ。価格なんと1690円でございます。めちゃくちゃ安い。もともと靴を買ったんよね。革靴買ったんだけども、送料無料にするためにこちら買いました。1700円でボトムス買えんの GU やばすぎるやん。去年実はですね、シェフパンツ2つ買ったんでね、このブラック、さらにオフホワイトカラーのやつ買ったんだけど、めちゃくちゃヘビロテして、夏はさ、やっぱワイドめのパンツに T シャツとか、そんなんで全然いいかなと思ってて、2個買ったね、結局ね、めちゃくちゃ着回ししやすいしさ、最高なわけよね、シェフパンツ。それの、さらにワイドでしょ。商品のこちらにもさ、スーパーワイドって書かれてますよね。どんだけワイドなんみたいな。一応さ、このスーパーワイドのシェフパンツって去年の秋頃にもう発売してたと思うんだけど、何が違うかというとですね、こちらステッチ入っております。なんかね、白色のステッチが入ってて、よりカジュアルな感じなんかな。別にね、ステッチなくてもよかったんだけど、なんか普通のスーパーワイドのやつ全然なんかもう在庫なかったんで、もうしゃーないわと思って、このポケットのところとか白いステッチ入ってんだよね。これは好き嫌い出そうですやんね。で、さらにフロントのところよく見るとですね、ギャザーと言いますか、タックが入ってる感じで、すごくね、腰回りイージーな感じなんちゃうかな。これ見れば見るほどなんかチャッチーというか、ステッチいらんなって思ってくるね。なんかベルトループもちゃんとついてて、でチャックはないみたいな。で、さらにこちら紐がついてる、ドローコードついてるみたいな感じでございます。もうステッチだらけやん。こう裏返したらステッチだらけで、なんかこう楽譜かみたいな、ここに音符書くんげーみたいな、それぐらいね、ステッチ入っております。でもぶっちゃけさ、誰もさ、そんなステッチなんか見てないし、多分こう T シャツとかがさ、かぶさったら見えんくなるから、そんな気にせんでもええんかなっては思っております。素材はですね、綿 61% のポリエステル 39% でございます。ちょっとこう、なんていうんかな、シャカシャカっとした感じ、光沢みがあって張りのある感じですよね。そして気になる太さがこちらでございます。めっちゃワイド、太ももめちゃくちゃワイド、どうなっちゃうんこれ、履いたらどうなっちゃうんみたいな感じよね。で、一応テーパードということで、裾に行くに従って細くはなっておりますね。で、しかもこれさ、もうどうでもいいんだけど、裾のところにもステッチ入ってんだね。これはマジ好き嫌いです。カジュアル好きやねんっていう人はいいと思うんだけど、モード系がめっちゃ好きな人はこれ大嫌いなんちゃうんかな。去年発売されたシェフパンツと重ねてみると、どないな感じでしょう。まずね、丈は結構こうね、去年のやつの方が長めかな。今年発売されたやつは丈ちょっと短めな、そのような感じになっております。だからアンクル見えるような、そんな感じでしょうか。で、太さなんだけど、これわかりますかね、渡り幅が全然違うんですよね。やっぱスーパーワイドだけあって、ゴリゴリに太なってますわね。去年のシェフパンツさ、ベルトループなかったんで、その辺残念だったんだけど、ちょっとこうアップデートしてきたなみたいな感じ。だからタックインしてやってもかっこよくなるよみたいな、そんな感じでしょうか。コーディネートはもう黒色のパンツなんで、もう普通普通に何にでも合わせられるかなみたいな。春夏であればこれに白 T 持ってきてもいいし、黒色の T シャツでもうワントーンで合わせてやってもいいし、秋冬はちょっと生地薄いかな、正直ね。下にタイツ履いてやればいいんだけど、コーデュロイとかのパンツの方がもしかしたらいいかな。ということでですね、こちら177センチ70キロのおっさんが着用するとどうなるのか、1700円以上に見えるのか、高見えすんの、その辺ね、チェックしていきたいと思います。レッツラゴー。あのね、結論から言うとね、最高のパンツでした。もうコスパ最高すぎる。1700円でこれはもうありえん。めっちゃいい。全人類買って問題ないかなって思いました。1コーデ目はですね、スプリングコート合わせて同色系でまとめてみました。これダークグレーのね、コートなんですけど、ワイド目で、なんて言うんかな、バギーパンツに近い感じ。ガウチョパンツみたいな、そんな感じもするね。一応テーパードなんだけど。ウエスト位置がですね、おへそあたりかな。で、アンクル見えるみたいなシルエットでございます。これはあの下げたら
フルレングスって感じかもしれないけどね、これめっちゃいいわ。生地感がその張りあるし、固めな感じなんで、ストーンと落ちて、ストーンと落ちた感じのシルエットがたまらなくいいですね。ワイドなんだけど、なんかこうスマートに見える感じ、足長に見える、短足に見えない感じが絶妙にいいですね。もう太いパンツ買うんであれば、もうユニクロとか別に行かなくても GU の安いので絶対いいかなって感じ。ステッチもあんだけど、こうやって見たら全然気にならないよね。至るところにステッチが、白色のステッチあるんだけど、全然わからんぐらいですよね。ほんま気にならんぐらいかな。ウエストあたりがごちゃごちゃしてるぐらいかな。で、通行で目、今度はですね、白黒コーデしてみました。ナチュラルのスプリングコートと合わせております。いや、この色のコンビネーションも抜群にいいっすよね。シルエットはそんなさっきと変わらんか。コートを脱いでやるとこのような感じでございます。まあ、多分ね、春夏はこんなになるかな。多分ね、白黒コーディネートみたいな。もうパンツに T シャツだけみたいなコーディネートになりがちかな。これ今ウエスト位置下げたんだけど、上に上げてアンクル見せてやってもいいっすよね。もうこれは好みかなって感じですけども。いや、いいっすね。ワイドめのパンツにゆるっと T シャツって感じなんですけど、これ2022年もトレンド来るんやないでしょうか。黒だからさ、何にでも合うよね。黒にダークグレー持ってきてもいいし、黒黒でもいいし、黒白でモード系出してもいいし。で、これに、例えばトップスとか、なんかこうカラーのあるパーカー持ってきてもいいし、これはね、間違いないかな。カラー確かに2色発売だったけどね。後ろのポケットこうやって見るとめっちゃステッチ目立つね。でもそこまで気にならんかな。ちょっと逆にオシャレかなぐらいの感じでございますけど。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思いましたら、高評価、チャンネル登録、通知音、さらにインスタのフォローまでよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。